では第5回四則計算に入ります。計算の順序とかしっかり押さえていきましょう。今回は前半の丸5番まで見ていきます。丸1番、カッコマイナス6の二乗カッコ閉じ、割るカッコマイナス3カッコ閉じの二乗をかける2。指数があったら指数の処理、累乗の計算からです。まずこの6の二乗の計算。そして、こちらは、カッコ全体にマイナスがかかってますからね。マイナス3カッコ閉じの二乗。こちらを計算しましょう。そうすると、最初の数字、この二乗はこの6にしかかかってないので、マイナスはそのままです。で、6の二乗、6×6 で36ですね。そう、6×2 とかやんないようにね。で、割るはそのままで、今度は、この二乗はマイナス3全体にかかってます。マイナスかけるマイナスなので、プラスです。頭の中でやりましょう。プラスだからもうカッコはいらないね。で、3の二乗、差3が9。で、いいですね。で、かける2。で、左から掛け算割り算だったら左から見てきますが、まず、36÷9。この計算、九九の範囲で何の問題なくできます。なのでやってしまいましょう。そうすると、マイナスの36÷9で4。で、かける2はそのまま。で、マイナスそのままで 4×2 の計算をして8。答えはマイナス8となります。で、2番です。カッコマイナス2の3乗カッコ閉じ割る10の二乗かけるカッコマイナス5の二乗カッコ閉じ。これも指数の処理から、まずここの2の3乗の計算と10の二乗の計算もできますね。で、こちらの5の二乗の計算もしなければいけません。イコールの、マイナスはそのままです。この二乗は、この3乗は2にかかってるだけです。で、2の3乗、2×2×2。2×2 で4。それに2を書いて4、2が8。割る10の二乗。10の二乗、10×10 ですよ。大きくなると躊躇しちゃう人が多いですが、10×10なので100です。で、かけるマイナスの、これも二乗は5にだけかかってます。25となります。で、少しでも厄介な割り算は、割り算はこの部分です。少しでも厄介な割り算は、掛け算にして、逆数にして小数に、逆数にして掛け算にするよかったですね。マイナス8かける100分の1かけるマイナス25。先にプラスマイナス考えておくといいです。これマイナスとマイナス2つあるので、これちょうど打ち消しちゃってプラスになりますよね。で、あと約分してって、この8や25は分子の数なので、25と100から約分しましょう。いっぺんにいけるといいと思う。25。100は、100の中に25は4つありますね。まあ分かんなかったら5で順番にやっていけばいいですが、まあ25、プールとかで考えればいいんで、2往復で100メートルになります。25メートルプールだったら。また4と8で約分して1と2。残ってるのは、分母はもう1でなくなってるので2だけです。答えは2となります。で、3番に行きます。10プラス、カッコ5マイナス9、カッコ閉じかける2。これは、カッコの計算からです。5マイナス9の部分を計算しましょう。イコールの10プラス、これはそのまま。で、まず符号を決める。5引く9。9の方が大きいからマイナスになりますよね。なので、マイナスだからまだカッコして、マイナスの、どんだけマイナスかは9引く5で4とわかりますね。で、かける2。で、掛け算割り算が先なので、今度はここ。マイナス4かける2の計算になります。イコールの10プラス、マイナス4かける2。まだマイナスですね。マイナスの4、2が8。で、次はいっぺんにやっていいですよ。10と、プラス10とマイナス8だからプラスですね。どんだけプラスかは2となります。で、4番です。マイナス6プラス、カッコマイナス2、カッコ閉じの二乗かける5。これも指数の処理から、ここからですね、マイナス2の二乗の計算から進めましょう。そうすると、マイナス6プラス3そのままで、で、先に符号を決める。マイナス2かけるマイナス2なので、マイナスかけるマイナスプラスですね。だから、カッコはいりません。で、2の二乗、2かける2で4。で、かける5となります。で、先に掛け算なので、こちらの4かける5の計算をして、マイナス6足す4、5、20。で、隣に行きますね。で、マイナス6と20なので、プラス。で、どんだけプラスかは20引く6で14。となります。
で、5番です。マイナス10足す、カッコマイナス4の2乗、カッコ閉じ割る2。これも指数の処理、累乗の計算から、ここの4の2乗を計算しましょう。そうすると、マイナス10プラス、この2乗4にしかかってないですからね、マイナスはそのままです。で、4の2乗、4かける4で16。で、割る2はそのまま。で、次はここの割り算です。そうすると、マイナス10プラス、先に符号を決めて、マイナス割るプラスなので、マイナスなので、まだカッコ。で、16割る2で8。で、マイナス10とマイナス8の足し算なので、マイナスですね。マイナス同士。で、どんだけマイナスかは、10足す8で18。答えはマイナス18となります。